16日国内女子ゴルフ富士通レディース第2日、千葉市緑区、東急レッド c に CC 前日5位の渋野、ひな子、22イコールサントリーイコールが8バーディー。2ボギーのベストスコア66をマーク。通算11アンダーの3位に浮上した。12アンダーの首位は、同じ1998年生まれの黄金世代。 勝みなみ、二十三、イコール明治安田生命イコールと、二学年下の、ミレニアム世代。ココアヤが二十一、イコール富士通。9アンダーの四位には、稲見もね二十二、イコールと竹電機イコールと、上田桃子、三十五、イコールゾゾ。渋子とみなみ。同じ黄金世代の全英女子オープンと、 日本女子オープン覇者が、最終日最終組で激突だ。一昨年の全英チャンプ支部の日名はこの日、スタートの1番からビタビタとショットをピンに絡ませ、3連続バーディーダッシュのロケットスタート、5、7、9番でもバーディーを重ね、アウトコース30の猛攻で、 一時は単独首位にも躍り出た前半はボギーを打つ要素がないような安定したゴルフができてたと渋野日向子インに入って13番で3パットを演じ今大開発のボギー見常嫌なボギーの打ち方だったからバーディーを取り返さなきゃと焦ってしまった感じがあったと14番でも よらず入らずで連続ボギー。落ち着きが足りなかったと。そこで我に返って16。17番で6メートル。3メートルのパットを決めて66。2がサ5位から逆転部位をつかんだ前週よりさらにチャンスの首位と1打差での最終日突入だ。一方、初日の単独首位発進から、 フルコーに並ばれたものの69と伸ばして、首位をキープ。2週前の日本女子オープンに次ぐ今季3勝目を目指すのは勝ち。渋野ひなことの同組に、雨予報が心配だけど、渋子と回るのはすごく久しぶりなので楽しみ。お互い米ツアーを目指してますし、同級生としての仲間意識も強い。 切磋琢磨して頑張りたいと。心底嬉しそうだ。今春の全米女子オープン会場では、早く一緒にアメリカ行こうよって話した渋野日向子中。勝ちは、私は、来年、米ツアー予選会を受けるつもりだから、先に行って待っててね。と思ってますという。一打一打。冷静に、 狙えない位置じゃないので、とは2週連続 V を狙う渋野日向子。お互いの変化を見るのも楽しみだし、とにかく楽しく回りたいと勝ち、笑顔でスーパーショット欧州の優勝を争いに来う、ご期待だ。渋野日向子、狙わないわけにはいかない自身初の2週連続 V へ、自身初の2週連続優勝へ、渋野日向子が、 首位に1打差の通算11アンダー3位につけた。前週よりも差が少ないということで、狙えない位置ではないし、狙わないわけにはいかない位置と、ツアー6勝目投資を燃やした。この日は出だし1番、パー5から1メートル強のチャンスにつけて、バーディを奪い、3番まで3連続とした。初日は、 ショットの縦距離が合わずに気持ち悪いと口にしていたがラウンド後にスリークォーターショットを中心に練習し寝たら治るかで寝て案の定ちょっとマシになっていましたと笑ったこの日の前半は6バーディを奪うなど流れのいいゴルフができたが後半はもどかしいプレーが続いたパーでいいやと思った13番 パーサーンでは痛恨の3パットのボギーを喫したシャーないと気持ちを切り替えるも14番では45ヤードからの58度でのウェッジショットがよらず 6m のパーパットをショートして2つ目のボギーとなった前週の最終ラウンド以来の久々に打ったボギーが3パットという打ち方なのが悔しいと反省した それでもこの日のベストスコアとなる8バーディにボギーの66をマーク後半はむしゃくしゃした感じではあったけど明日につながるゴルフができたと思うと振り返った計算通りに打てるショットも多かっただからといって明日も天気によっては出だしから攻めていけるかはわからないので一打一打集中して リスクの少ないゴルフができたらいい。勝南ここココア綾香との最終日最終組に意気込んだ。壁の支部の日向こ＆勝南なと、V 争い21歳ココア綾香のテーマ、強気な気持ち止めない富士通レディース第2、R 女子ゴルフの国内ツアー、富士通レディース第2ラウンド、R が16日。千葉、東急 700C。 パー72。6679ヤードで開催された。2位で出たここあ香、富士通は。6バーディー。1ボギーの67で回り、通算12アンダー。勝つ南明治安田生命と並ぶ首位に浮上した。最終 R は黄金世代の勝ち。渋のひなこサントリーと同組に。 今大会は、2019年にアマチュアでのツアー優勝を果たし、現在はホステスプロの立ち位置。古港にとっては負けられない戦いになる。古江は正直に言った、プロになれた試合なので、思い入れはありますし、明日も自分を信じながら、 最終的にまとめられるプレーをしたいです。に学年上の勝ち。渋部の雛子への意識を聞かれると、黄金世代の人たちは、高校の時から壁でしたし、お二人はパーセーブ。強気なプレーもすごいと思いますと答えた。古高自身も最近の実績では、二人に決して、 劣っていないな今季3勝で賞金ランク4位だが今年に入ってからの勝利はなく稲見萌寧と東京五輪出場権争いをしていた時を含めて自分のプレーを可視化してメンタル面で厳しくしていました今はそれを楽にしているところがありますと振り返った17日の 最終 R も楽しむをテーマにしているが、強気な気持ちを止めないこととも語った。確かにスコアが出るコースだが、213ヤードの8番パー3、グリーン左に深さ約1、4メートルのバンカーがある18番パー4は難易度が高い。そこが勝負の鍵になる可能性があり、 フルコは初日はビビリポイントが5回。今日はパッドの2回になりましたが、怖がらないことが大事ですと自分に言い聞かせた。